半負けの本家の半魔岩先生です。本物貴族ですね。人間と全然地位は高く上でね、総理大臣だろうと、大統領だろうと、天皇だろうと、イギリスエリザベス女王だろうと、全然上の地位です。本物の人間の上の生物ですね。それでね、私と話したいとか、全然身分が高いね、芸能人どころじゃないね。それで、話したいからということで、USDCHF 上に人間ある。たちはね、単独で来ないで、核爆弾を落とすぞという話しなけりゃね、頭でもね、テレパシーでもね、脅してきて、話でも直接メールでもね、話しなかったら核爆弾を落とすぞと、そういうね、呼び出しはしょ、あの、だいたい相手しないからね、くだらないし、人間バカだからね。そうやって呼び出すんですよ。そういう呼び出しはダメだということですね。爆弾、効かなけりゃ爆弾を落とすって、何ですか、一体。何でも拒否ですよ、これは。ね。なんか、100億とかお金くれますかとかね。あげますって言って、そういうんだったらわかるけれども、誰もが勝手に、私、何様だと思ってんのか、核爆弾落とすぞって話、ね。チャットでもそうですね。誰に言ってるのかっていうことですよね。そういう呼び出ししかしないんですね、人間ね。これはもう刑務所ですよ。それ一回やっただけで、こんなのは。何ですか、話したいのに核爆弾を落とすっていうんですか。なんでそんな大きなことをね、犯罪をしてね。これ100%死刑ですよ、これは。なんか非情で、ね。なんか地球は全部破滅になるとかね、明日破滅になるから止めないといけないとかね、そういうのが分かんなかった時は、まあ私も分かりますけども、呼び出しね、全然くだらない質問でしょ。金欲しいとかね、お前殺してやりたいとかね、そういうね、ただ人間に話しても、話したり聞いたりすることは全くできないからね、知能が低いから。人間を操作してる、ね、人間よりか上の生物の敵ですね。それに話すということですね。それと一緒にしか動きませんから、人間100億人結集しても頭、知能、足りませんから、話できませんから、必ず人間は話するときには、人間の自分たちよりか上の知能の頭借りて話すしかないですね。知能が足んないから。ね。それで700年後に分かるということで動くんです、人間は。全員ですね、そうですね。学校も義務教育もテレパシーでカンニングして卒業する。カンニングしないと卒業できないわけですよね。人間全員ですよ。そういう知能です、全部ね。これは虫とか全部と似たようなもんですね。それで生きてますから、脳がちっちゃいから。ね。連帯でネットワークがつながってるわけですよね。それで、人間の場合は、その連帯で頭作ってても、こうでしょ？これしかないんですよ。一つの専門だけの話ができない。団体でね。それは話できません。全部を網羅してなければ。ね。社会学だろうと、科学だろうと、歴史学だろうとね。
ね、道徳も全てね、全部網羅して知ってなければダメなんですね。何も抜けちゃうと、こっち行っちゃうと何も話せない相手になってる。このほんの1%もない部分の分野で話しか話ができない。それじゃあ話は100%できませんって。全部網羅してなければ話聞いたりすることできないんですよ。全部間違いなんですね。一本のことの話しかできない。この分野しか話ができない。それで人間頭つけてないね。団体の頭つけてない。そんなちょびっとの話で私に話しかける。全く意味ないことですよ。盗みだけですね。脅して殺してやる、財産をよこせとか。結局それだけですね、人間の話は。ね。で、人間が宇宙生物の上の頭のいい生物頭つけても、ね、単独ね、これもう盗みなんですね。で、特攻隊ですね。力弱いですよね。私の方が強いですね。だけども特攻隊で勝ってくると、こっち殺されることはあるんですね。人間全員死んでもかかってくるし、人間よりか頭のいい敵の生物も全部そうですね。特攻隊で来ますから。ね。頭が全部働かないで、単独の頭でしょ？それに合わせたってしょうがないでしょ？意味ないこととか全部網羅してないんだからね。勝手に話してるだけでって同じですよね。いろんな条件があるわけです、スイッチが。ね、このスイッチが世界のある社会の部分の、これはスイッチが入ってなければ、この分野は通用しませんよね。全部いろいろ関連があるわけですよ。それで、たった